野球人から新たな学びを得るマサノート。本日はゲストに通算176勝阪急オリックスのエース星野伸之さんをお招きしています。ここからは交換ノートのコーナーです。今日のテーマはお二人にぴったりなテーマをご用意しました、ストレートです。いいじゃないですか。はい、語り合っていただければと思います、ではお願いします。はい、ね、ストレートストレートね、これどうですか、三振取る時ってやっぱりまっすぐ走ってなきゃダメでしょ。僕ら遅い遅いって、そうね、まっすぐ、まあ走ってるというかね、キレがっていう、まあ、指のかかりがまあ大事かなっていう感じはするんですけど、どうですか、まっすぐのストレートの握り、まず多分ね、逆フォーシームの多分逆握りだと思う。あれ本当に、そうでしょ、逆でしょ。逆だよ俺、これが一番しっくりくる。ちょっと待ってくださいね、僕ね、これね、野球教室でやっちゃダメだって言ってることなんだけど、マジでこんなすごいピッチャーがやってるとちょっと俺も考えなきゃいけないな。これなんでね、じゃあ今僕こうでしょ、ね、これは野球のボールってね、108つの縫い目がこうこういう風にね、ちょっとこうラウンドしてついてるんですよ、このそうすると一番膨らんでる遠いところに、人間って人差し指と中指はどっちが長いですか。真ん中の指の方がね、長いですよね。そういうことは、中指に一番遠いところ当てれば水平に当たる、平行に当たるはずなんです。星野くんの場合はこれ中指第一関節に入んない？入る。でも そこが一番しっくりくるのと、カーブがすぐに握りやすい。かあ、そっちか。あ、確かに俺もカーブこっちだ。こうやるとね、どっちかだいぶ動かさなきゃいけない。ああ、カーブをね。カーブね。確かに。だからここだとちょっとこう、ここに横にずらすだけでいいので、だからここが一番落ち着いたっていうのはある。本当だ。これの方が握りやすいカーブ。今。本当だって。ちょっとね、まあその癖の問題もある。ちょっと待って、俺野球教室で絶対にね、まず握り方っていうの、ちゃんと握ろうねって、指2本に綺麗にかかる指の握り方しよう。これは驚く。そうか、カーブこうやったら、そうだ、カーブだ。だからね、僕人とちょっと違うから、野球教室は自分の好きなところ握りなさいよ。だからフォーシームでね、ちゃんとね、ここでもいいしこっちでもいいよっていう。なるほど。僕ね、まずは握り方ちゃんと2本の指、その時にね、やっぱ遠いところに遠い長い指が来るようにしようねっていう話を、そう、もう基本は絶対そうです。なるほど。あ、それでカーブだね、カーブはやっぱりこう。あ、俺高校時代から、いや、これ自然にだからカーブ、いやー、どうなんだろう、どこでか俺あんまり覚えてないんだけど、やっぱり握りやすいからだよね、カーブ。あー、なるほど。やっぱりカーブ教えてもらって結構ね、それ、まあ、そういうサインも多かったん でその流れで多分こうなったんだよね。で、まあ今日はストレートなんで、ストレートの話しますと、どうですか、このノブのまっすぐ、自分じゃ特徴的にどういうふうに思うのかな、どんなまっすぐ。自分のまっすぐ、なんつったらいいんだろうな、まあ、回転がいいというか、目指してるのはキレのいいまっすぐで、その時にまあしっかり指にかかるためには絶対ギリギリまで力を抜こうっていうか、抜くんだね。特にね、手首、最後の手首のこれが大事かなっていう、かきがね、そう、最後のこれが効いた時はやっぱりキレが出るっていう。どうですか、よくね、特にこのこういうバックス、テイクバック小さくなってから、130キロってがまあマックスぐらいになったじゃないですか、あれでもやっぱまっすぐが今日いいなと思った日ってファール取れたですか。ファール取れるし、まあ、コントロールが良かったら見逃しが取れるっていうところで、だから結局まっすぐが良くてカーブもフォークも生かすにはこのやっぱまっすぐがないと、もう基本的にはだから一番練習したのは当然まっすぐ、アウトローっていうところをね一番練習したんですけど、まあ、そこからフォークはそこのラインからなんとか錯覚させるように落とす練習っていう。でもね、バッターの人に、僕よくこれパリーグのバッターから聞いたんだけど、星野さんのまっすぐは速いってよく言われたでしょ。いや、ね、よく言ってくれる方がいるんで、まあ、それは多分打たれた、あ、抑えられた時の多分褒め言葉としてはそれしかないのかなって。いや、だけどその理由とか聞いてないですか、どういう風に速く感じるとか。理由、まあ、でもこうテイクバックを隠した時はやっぱりどこから出てくるかわからないっていうのでタイミングが取りづらいっていうのは言われたことがあって、まあ、それにあとはカーブがやっぱり、まあ、全部まっすぐではね、なかなかカウントも整えれないし、まあ、その間に何球カーブを入れれるかっていうのも一つポイントはあると思うんですけどね。でも実際僕もね、対戦してるんですよ、僕もバッターボックス張ったことあるんですけど、まっすぐ速いと思ったもんね。
たまたまその前のカーブがビヨーンってもう顔が上上がっちゃうぐらいねわーってくるのね。で次まっすぐ行った時にうわ早いっていうのがイメージあって、多分その時のまっすぐも甲子園だったんで125、6のはずなんですよ、うん、あれがね、うん、だ僕も、左バッターの、はいはい、特に高橋由伸君とか、はいはい、清水君ジャイアンツにいたね、はいはい、この2人はいや山本さんのボールが今まで対戦したピッチャーで一番速いとか言ってくれるんですよね、はいはい、もう一つアウトコース、左バッターのアウトコースが遠く見えるっていう、はい、なるほど、遠いと思ったらストライクって、これ松井秀喜さんなんかも言ってくれてたんだけども、まあ、そういう特徴のあるまっすぐなのかなっていう。あ、うん、で僕はね逆で左バッターが全然ダメ。あ、なるほどね。そうで、まあ、絶対カーブ投げなきゃね、まあ、真っ直ぐ、さっきも言ったようにまっすぐだけじゃ無理なんだけども、あのね、クロスファイヤーがもともと下手くそだったの。あ、なるほどね。そうだから右バッターの外は一番練習したから、うん、だからクロスファイヤーが投げれるようになったらもう何年目ぐらいかな、自分で自信ついたのは5年目とか6年目ぐらいまではあんまり得意じゃなかったよね。僕ねこれね、まっすぐの投げ方があって、うん、ね、はい、こうやって足があるじゃないですか、はい、アウトコースにボール投げようとするときは、はい、この辺につくんですよ、まずね、つま先ぐらいで、インコースまっすぐにまっすぐ投げるときはほんのちょっとこっちにつくんですよ。それでみんなに夢バレませんかって聞かれたけど、うん、バレたことおそらくないんですよね。だからこのアウトコースはここ、インコースはここって体の角度が違うんだけど、うん、その中でまっすぐをまっすぐ投げるっていう、うん、いやそれはでも本当に基本的に俺 大事だと思うんだけども、僕はだからステップがこうちょっとずれるのがダメなので、うんうんうん、なんかずれない、なんかずれないですか、こうちょっとこう早めに行ってこうちょっとこうカッ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 幅広く、幅少し幅広めに、なるほど、うん、やっとく。でそのうち両方に投げるんで、るだんだん両方掘れていくんですよね。あ、僕はだから途中で投げれるようになったのは腰を切るっていう、やっていいですか。どうぞ、はい、だから僕はもうまあ、ステップもほとんど一緒で、大体僕かかとのラインなので、かかとのラインにまっすぐ、かかとなんだ、かかとです、僕つま先なんですよ。あ、そんなそれぞれあるんだやっぱり、うん、でかかとで、でまあ、アウトコースは全然普通に、まあ普通にね、投げれる、うん、ただこっちに行くのがすごく難しくて、タイミングがで、もうめちゃめちゃ大胆にこっちにバーンと切った時にいい球が行った時に、あ、これだと、これだと、でちょっと最初は高かったんだけど、高めでもいいから、でもコースだけ間違わないように投げようと思った時から、まあ、コース間違わないように投げる、そこからちょっとずつ下ろしていくっていうのが、でもこれねさっきね、はい、ちょっとね、はい、僕ちょっと見せてほしいのが、うん、その若い頃言われたまっすぐとカーブ、あー、これね、そう、どの辺でこうでしょ、例えばまっすぐ行く、まっすぐ、まっすぐね、まっすぐ、だからこう、あそこね、これぐらい、うん、それぐらい入ってた、うん、こうでしょ、うん、で次カーブわかる、わからない、わからない、わかんない、いやちょっとじゃあ俺の努力は何だったの。じゃあだんだんと小さくなった時のまっすぐをね、まるでバッターにボールが見えないないかと、うん、それはだからクイックとかやる時特に、うん、もうここもうここにだから要するにここにいるとこう上がってくる時間で間に合わなくなるから、うんうんうん、多分だん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 小さくなって、最初ここら辺だった、最初ここら辺だったんだけど、はいはいはい、それがもう力抜いてトップってもうここら辺ぐらいな、これが一番楽に一番入れるようになってきて、こう、あ、まるで見えない、まるで見えない、まるで見えない、そのまま手振るんだ、そうそうそう、それは早く見えるな、うん、いや、まるで見えないや。俺さっきのフォークボールの癖はどんな風に、あ、フォークボール、はい、フォークボール、まあ、まず一番最初はこうやってやって、はい、こうやってやったら分かるかな、開いたの、今開いた、分かるでしょ、はい、あ、分かんない、あ、すみません、ど素人なのでちょっと、はい、今開いた、うん、トレプロが、まあ、まあこれがまず最初の、はい、で次はセットセットね、でこれはでもね、まあ、わざとかって開きながら、うん、今度はまっすぐに直したりとかっていう風にして、まあ、いろいろごまかしちゃって、あとまたセットで出るのが、うん、隠そうと思えば思うほどこうやって上からかぶしちゃう、時間が欲しいから、あ、こうやって上からね、でまっすぐはストンって入っちゃうから、もう本当そこでもうすでにバレるんだね。それとやっぱりセカンドランナーいるときにね、握りを見られたくないから、セカンドにランナーいなくてもこっち向いちゃうね、フォークのときだけだからランナー三塁とかいるのに、うん、
こうやって一応見ながらフォーク入る時だけセカンド見にしてるし自分で何回も気がつくんだけど、あ、またやってしまったと思って、それは自分で分かりながら直せなく、本当に直せなかったバカだなっていう。いやいや、まあ、バカじゃないですよ、なくてならくてってあって ね僕もいや本当に僕もこうやってこう真っすぐ投げる時の癖があって、うんうん、口だ、うん、で変化球はもうここもう緩いんですよ口が。それなもう言ってるようなもんだもんね。スワローズはみんなにバレたり、あるよね、誰も言ってくんない。古田君も本当に引退した日に、引退した時に、なるほど、みんなに言われる。山本さん癖あったの知ってます。そう、球界のレジェンド山本昌がゲストの野球観に深く迫るマサノート。今回のゲストは日本代表を率いた稲葉篤紀さん。日本代表というのは結果が全てなので、いろんな覚悟を持って臨まなくてはいけない。マサノートは1話190円でご視聴いただけます。詳しくはスプークスで検索。